にちは、本気塾代表石原です。今日は鎌倉時代ということで、前回終わったですね、平安時代の続きということで行ってみましょう。おごれる平家あるいはおごれる平氏は久しからずということで、前回の平安の最後に平清盛っていう人がとりあえず政治の中心になったって人がことを話しました。で、平清盛は平氏っていう武士の一族の人ですから、ある意味みんな贅沢とかしないよねと思ってたのに、武士のくせに、藤原さん、貴族の藤原さんみたいな真似をする。具体的には例えば荘園という土地を寄付しまくられて、やったぜ土地ゲットみたいにして儲けまくってる。あるいは武士のくせに自分の娘を天皇一家と結婚させて孫を天皇にしようとする。あれじゃ藤原になってたことと変わんねえじゃねえかと、あいまてに兵士なければ、まあ人出ないみたいな、そういうような威張ったことまで言うようになってきた。これを見て他の貴族とか源氏というライバルの武士は超ぶち切れました。そこで以前の上皇、ちょっと分かりづらいかもしれませんが、平清盛が出てくる前は天皇の卒業生の上皇さんが政治をしたんですが、平清盛にお前いらねえと、うちの孫の方の天皇にするって言って、お前いらねえって言われちゃったんで、以前の上皇にされちゃった。その人の命令でみんな立ち上がりました。最初はですね、もちろんもともと平清盛って人が天下取ってたわけですから、その兵士の方が強かったけれども、それに対抗する源氏という武士が徐々に逆転しだした。最後は源氏の一番上の源頼朝って人、この人は一番トップなんで、戦いの現場には実は行かずに、現場にはその源頼朝の弟義経という人が行き、結局兵士を滅ぼす、もう武力で喧嘩で倒すことになりました。具体的には山口県の下関っていう、まあみんな子供だから分かんないかな、大人になるとフグっていう食い物で有名なんですけど、下関って場所の男女の戦い、裏ってつくば大体海とか水の関係なんですけど、山水なんで、そういう海で、兵士は滅びました。かわいそうに兵士の、まあ、せっかくね孫作りした天皇、ね、兵士の血を引いた天皇もちっちゃい4歳だ5歳なのに海に飛び込んで死んでしまいました。ここで兵士は終わりです。そうすると今度は兵士じゃないものが出来上がっていく。具体的には鎌倉幕府というものが出来上がっていくんですけど、実は兵士を滅ぼす前、さっき言った山口県の下関の戦いの前の時から、源氏のトップである源頼朝は以前の上皇、つまり自分らに兵士を倒せと言って命令した以前の上皇ね、兵士からポイッとされちゃった上皇からいろんなことを約束してもらってました。すでに源氏は東日本の方では力があるよねって、そうなんですけど、じゃあそのまま引き続き東日本は支配していいよということを上皇から約束されました。あるいは東日本とに、あるいは東日本に限らずその周辺もそうなんですけど、に源氏の部下から警察官を置いていいよ、それ守護っていう名前にしていいよとか、あるいは東日本あるいはその周辺土地の税金を集める役人を置いていいよ、これを地頭って言うんですけど、守護や地頭を置いていいよってことを以前の上皇さんから約束されました。そうすると少なくとも東日本においては、実は兵士を追い詰めている最中から源氏はあるいは源頼朝はある程度ほぼほぼ政治をやっている、トップになった、東日本の王様的な存在になってきたということになります。実はこれを鎌倉幕府ができたというふうに表現する人もいますけれども、まだまだ多くの参考書とか教科書だと次にやる画面が鎌倉幕府の始まりだと言われています。そこで次の画面、はい、次の画面になりましたが、源頼朝というおっさんが1192年に将軍、正確に言うと征夷大将軍って言うんですけど、征夷大将軍という地位につきました。これは誰にしてもらうかね、自分で俺将軍だぜって言ってもそれただのパーですから、そうじゃありません。天皇様から将軍になっていいよというふうに命令され、任命されるんですけど、ここで将軍になりました。これが鎌倉幕府のスタートだという方の考えの方が今までに強い。だけどさっきのページでやったように、実はもうその途中から鎌倉幕府的なものは徐々に出来上がってた。それをちょっとここでは押さえてください。で、その鎌倉幕府の支配の仕方ね、いつできたかは
1個前の場面であったその1192年将軍に源頼朝がしてもらった時かもしれないし、で他の考え方では2個前の場面であったように徐々に鎌倉幕府ができてたのかもしれないけど、いずれにしろその出来上がった鎌倉幕府の支配の仕方ということについてやっていきたいと思います。鎌倉幕府に勤めている人たちは武士です。貴族じゃありません。武士ですから基本的には戦いが強いこと、何かあれば戦いでその何特徴というかその自慢の腕を見せる、これが基本的な仕組みになります。それをもうちょっと違う言葉で言うと御恩と奉公ということになります。御恩というのは将軍が武士に恩をあげるということ、そういう矢印になります。で鎌倉時代の武士からは御家人という言い方しますので、ご将軍が御家人に御恩を与える。もう一回御家人ちょっとっていう言葉について注意しますけど、もちろん日本中の武士の中には鎌倉幕府将軍と特段でこういう関係ない武士もいます。それは御家人とは言いません。武士の中でも将軍鎌倉幕府と関係がある武士を御家人と言いま す、ね、で将軍は御家人に恩を与える。それに対して御家人は将軍に対してお勤めをする、奉公をする、恩返しをする、恩を与えるのと恩返しする、ね、じゃあ実際に恩とか恩返し何かというのはこの次のページでありますので画面いきましょうか。はい、上の2つは上1個は全く同じですね。将軍は部下の武士、ね、部下になった武士を御家人というんですけど、御家人に恩を与える。逆に部下の武士、ね、御家人は何か将軍にピンチがあれば武器を持って駆けつける。この時代ね、実は鎌倉幕府ね、天皇からやっていいよって言われましたけど、後々の時代は鎌倉幕府対天皇ということで戦争になったりもします、ね、あるいは武士の中でもさっき言ったように御家人のに属してない武士、つまり鎌倉幕府の部下じゃない武士が争いを起こしてくるかもしれない。そうなったら普段恩があるんだから将軍様のために働こうというのが方法です。じゃあその恩は何かというと、実はもうさっきやっちゃってるんです。実は恩があるって何かというと、御家人である武士が守護というものになれる、あるいは地頭というものになれる、これが恩なんです。つまり君らはただの部下じゃないよ、こういうふうな役職仕事につけてあげるよっていうのが実際の将軍がやってくれる恩なんです。守護というのは各国の警察官、各国というとブラジルかとかロシアかとかそういうことであります。この時代まだ日本の中だけの話なんで、日本の中の各都道府県みたいなやつですの警察官になれる、あるいは各土地の税金を集める人になる。もちろんこういうことをやることによって給料みたいなのが出てくることになります、ね、こういう地位につけて給料をもらえるからありがたい、将軍から恩をもらったよというふうに武士、特に御家人は感じるということです。よろしいでしょうかね。で、ここはちょっと大レベルです、ね、分かんない人は無視してください。だけど意欲がある人、もちろん意欲あった方がいいんだけど、意欲ある人は一応聞いてください。実はよくね、受験の本とかだと地頭というのは土地をもらうんですっていうふうに書いてあるんですけど、正確には違います。後々、例えば小学生だったら中学高校行った時、あるいは高校生だったら大学試験ガチでするときにちょっと困るんで注意しておきますけど、土地をもらうことは余りません。土地を自分の土地になると遅くじゃなくて、地頭は土地の持ち主は別にいるとして、そこの管理人のおっさんにしてもらえるということです。今日からあの土地の管理人していいよというのが地頭にしてもらえるということの意味です。いいですね。土地をもらうと、土地の持ち主は別にいます。ただ管理になって、ね、現地で働いている農民から税金を集めている、まあ、お米を集めている、その中から少し取り分を取っている、それが地頭にしてもらうということの意味です。いいですね。でもうちょっとさらに難しいことを言うと、実際は地頭になる武士というのはもともと荘園の管理人、荘官というものをやってた人です、ね、もともと荘官やってた人が、ね、鎌倉幕府から君、あそこの土地の荘官やってるんだね、君は鎌倉幕府にいつも尽くしてくれてるから、いつも奉公してくれてるから、じゃあ引き続き地頭ということで荘官引き続きやってくれと、ね、君はただの将官じゃないと、鎌倉幕府が公に認めた将官だよと、そういうふうに地頭にしてもらうこと、これが実は御恩の
中身になりますんで、まあ、応用やる人はね、土地をもらえるわけでもないし、しかも、新たに地頭になるというか、もともと紹介した土地について地頭にしてもらえないということを覚えておいた方が、ハイレベルな時は通用すると思います。まあ、忘れる人は忘れてください。さあ、突然、人物チェックみたいなんですけど、源義経という人がいます。ちょっと記憶がいい人は、今日の動画の冒頭でやってた気がすると思います。具体的には、平氏と源氏が戦うとき、源氏が平氏をやっつけるときに、トップである源頼朝さん、もちろん将軍ですね、は現地には行けません。トップは鎌倉でもともと本拠地があったんですから、鎌倉を守ってます。そして、弟の源義経が現地で戦います。例えば山口県の下関で戦います。そのとき義経は、平氏を打ち破ったご褒美を、将軍になったお兄さんからでなく、前の上皇、ね、つまり平清盛とかにつまはじきされてたでしょうね、兵士を倒せって言った上皇ね、前の上皇からご褒美もらっちゃいました。これがお兄さんの頼朝の激怒、激怒っていうんだっけ今に触れます。どういうことかというと、お前は源一族だろうということは、鎌倉幕府俺の作ったルールに従う、なぜもしかしたらまたライバルになるかもしれない方からご褒美もらってんだ、お前みたいなやつは裏切り者だと、ね、お前みたいなやつは組織頭をダメにするということで、とうとう襲われて自殺に追い込まれてしまいました。要するに頼朝の考える幕府のやり方に合わないんだと、ね、ちなみになんで今やったかというと、よく源義経は超イケメンみたいな、今でいうジャニーズのなんたらかんたらみたいなイメージで語られてるんですけど、実際の絵を見るとこんな感じみたいな感じで、よくねそのギャップみたいな感じで残念な人たちみたいな本載ってますんで、ああ実物こんなもんかということで覚えておいてください。はい、結局鎌倉幕府はどうなったかと言いますと、東日本ではもともと前の上皇様から支配していいよ、好きにしていいよって言われまして、部下の御家人を守護や地頭にしました。御家人からも感謝されますから、東日本では支配を固めました。でもね、気をつけてほしいんですけど、将軍ってなんでなれるのかというと、さっきも言ったように自分でオラ将軍ってもなれないんだよね。あくまで天皇とか上皇からお前やっていいよと言って認めてもらう、難しければ任命してもらって初めてなれるんです。ということは上皇や天皇がお前将軍クビっていう可能性もまだ残ってるんだよね。ちょっと不安定なんだね。で、東日本ですらそういう状況だし、ましてや西日本、九州とか四国には全然鎌倉幕府のパワーというのは行き渡っていません。それが次回以降やることにちょっとつながるんで、鎌倉幕府といっても全国組織じゃない、後々やってる常識してるかもしれないけど、徳川さんっていう江戸の幕府とは地と違うよっていうイメージだけ持っててください。今後に役立つと思います。はい、そんな感じで鎌倉時代の最初のツボとやりましたんで、またよかったら次回鎌倉時代の2回目聞いてください。よろしく。